フーズフーやります。んん なんでフーズフーフーズフーフーズフー。おお、何ですかそれ。誰が誰ということです。まんまだな。そう、誰が誰なの、まあね、誰なんだということ。完全に理解しました。やりましょう。そういうことです。そういうことです。完全に理解したん、なんか我々こんなゲームばっかりやってますけど。やってるね。 NPC に紛れて他のプレイヤーを当てるみたいな、そういうゲームです。らっしゃい。やってる。フーズフー屋さんだ。フーズフーください。今日はいい人間探し入ってるよ。闇のゲーム打ってる。はい、もうここに書いてあることです。AI キャラの中に混ざり隠れている本当のプレイヤーを全部見つけ出そう。君もバレないこと。オッケーオッケー。はい、まあもうやってみればいつものあれですよ。うんうん、もうせやな。こん中に混じっとると。混じっていると。うん、了解了解。で、周りのこいつ怪しいんじゃないかというプレイヤーに近づいてドロップキック。ドロップキック、はい。うらー、やってんの。もう暴れてるやつがいる。暴れてるやつがいるか、あ、これ早いんだもん、なんかこういう時。あ、でもこれ間違ってた場合でもその人脱落せえへん。なんか怒られてしばらく動けなくなりました。あ、本当で、その人はさ、なんかアイテムとかあんな、なんかアイコンなんな、あの目のアイコンとか。それ拾ったらね、何かしらのね、効果があるよ。へぇー、どうやって拾うの。俺はさっきね、インビジブル効果があった、うん、透明になった。インビジブル効果、これ透明になれるの。うん、透明になってね、走り回ってた。全然わかんない。通った。なるほどね。おらあー、マジか。え、なんでバレた。うらアイテムを、アイテムを取ってたからよ。アイテム、目のやつ取ったら分かるわ、誰が人間か。アイテム消えるから。そういうことなんや。行ってやったすげえ。なるほど、アイテム強いぞ、かなり。はあ。うん。ええー。何こう、地下鉄か。地下鉄か。あ、大丈夫。案件、蹴れる、うん。うん。コンピューターは走ったりしないのかな。ああ。確かに。走ってくんないからこっちも走れねえんだよな。何？あれ？あれ？気絶？うん？え、やられた？あれ？気絶って何？俺やられた？あ、残り人数3になってる。お前、え、なんで？うん、なんか急に出てきたよ。富士官房ねが気絶。あんね。アイテムっぽいの拾ったんすよ。ほう。とったら死んだ。え、どういうこと？何？そんなことあんの？ん？あんね。なんか、扇風機じゃないけどこう。ファン的なマークのアイテムがあって。あ、はい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 、オルトプロペラみたいな。プロペラ、そうそうそう。え、どういうこと。え、みんないるんだよね、これ。いるいる。もうまだ誰も来てないよ。いった。え、なんだろう、なんだろう、なになになに、どうなった。え、なぜ。俺目のアイテム取って見えてた。え、あ、なるほど。しかも透明になるアイテムで背後に忍び寄ってたから、もう、うわぁ、アサシンや。これは価値格やったな。え、アイテム探し回ってたけど全然。え、ちょっと待って、なんか周りからエリア狭まってますよ。あれ、課長どこだ。ちゃうのね。おら、これじゃない。んんん。あ、でも右の方で。あ、すいません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 、じゃねえんだよ。よし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 、オッケー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 、よかった。ピピピピ歌何かと思った。あれか、NPC を攻撃しちゃった時に謝ってる声やな。そうよね。ああ、なるほどなるほど。バレるね。うん。そう、なんかピーピー言ったからこうかと思ったら、うん、そういうことか。なるほどね。学びました。アイテム汚くない？うん、アイテムめっちゃ強い。いやでもアイテムめっちゃ強い。で、俺は逆に死んだけどね。それが分からん。なんでや。うん、なんかアリエールみたいな、なんか俺怖いから取らんかったわ。アリエル洗濯機のね。うん、いやでもこれ幽霊のアイテムは絶対取った方がいいよね。うん、取ってもバレても消えるから。あ、そうね。あ、はい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 、そうだね。あ、ここなんかドアめっちゃ塞がってる。いや、ほんまよ。でも開けようとしてるとこ見られたら。
コンピューターはドア開けないのかな。いや開けないでしょう。開けないのか。ここ広いな。広いな。で全くやっぱコンピューター走らへんな。うん。わ出た、またあのアイテムだ。絶対拾わねえ、うん。ありえる。ああ、あれか。どこだ。なんかの間違いやったんじゃないの。ありえる。それありえるよ。あ、あ言うならさ、恥ずかしからも言ってよ。僕が恥ずかしいよ。ん？ん？アイテムなくない？あ、そうか、ドアの前でミニゲームやってる人はもう人間なのね。これがファンみたいなやつか。どれどれ。やるの？やっちゃうの？あれ？え？なんか、ん？白く光って。え、終わっ、なんか特に何もなく終わったんですけど、あれ、何それ、どういうことそれ。え、なんか場所変わった。あ、あれ、ワープさせられた。エリアが定まってきてるぞ。あー、場所変わるの。へー、あれ、あと50秒だよ。いや、狭まってきてる。おらあ、これが、これが噂の目のアイコンのアイテムね。これさえあれば。やられた。でもやられたな。あの死体は残ってるから、その近くに。そうね。そう。うんうんうん。で、あの目のアイコンのやつね、使った瞬間、うん、全員その瞬間見えるから覚えとけば。やべやべ、見られたんかな。あー、楽しいなこれ。幽霊視点楽しいわ。どこにいるの。なるほど。あれ、あー、課長がやっぱアリエル取って死んだ。うん、アリエル取って死んだ。いや、やっぱアリエル、じゃあこれ、じゃあこれや。じゃあそうだよね。じゃあこれや。そうだよね。そうっすよ。お互い今、あれということはってなってて。そう。アリエルは多分、やっぱりあの ワープで、で、そのエリア外に飛んで死んだんじゃない？そういうこと？でもあのアイテムのことをアリエールって言ったのほんま秀逸やと思うわ。いいんだよ、どうでも。あれはアリエールっていうのはやっぱね。おーっと、どこだどこだ。ダブルクアウト。ダブルクアウト。ダブルクアウトか。え、マジか。マジか。マジか。俺がアイテム取ってるとこ見たからもう。そう。かましたったのに。目のアイテム拾ったら隣に枠ついてるやついるって。そうかそうか。そう。そうかそうか。見られたってなって。俺も見たってなったから。相打ちか。ドロップキックの相打ちって不思議。さあ、課長頑張れ。さあさあさあ、どうなる？いや、見てるぞ。あのね、ドロップキックでやり合ったところの近くにトアポンがいなかったんでしょう？とは限らへんけどね、別に。かーなー、間違えた。お？やっべ、間違えた。間違えた。よっしゃー。見逃しませんでした。くっそー、今課長が幽霊になるの見てんけどな。あー、なるほど。そうなんや。そう。で、近くにもう一個アイテムあったんで、これ取ろうと思ったら。ああ、間違えてドロップキックしてたんだ。そう、間違えてドロップキックした。あ、なるほど。マジックさんだもんね。そういうことな。ミスキックです。アイテムのボタンと攻撃のボタン一緒なん、うん、あかんよ、ね、うん、あかん、怖いよね。あかんと思う。うん。さて。あ、広いとこや。このステージね。これはドアの前とかに行ってたら、難しいんだよな。ドア開けてるのは確実に人間ってことよね。アイテム取る、取るのもいいけど、アイテム取ろうとしてるやつを見とくのもいいな。なるほどね、確かに確かに。ドアの鍵開けて、うん、中で結構待機してたんよ。はい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 。うん、ドア開けてくるやつは怪しいと思って。うん、うん。でもそしたら、トワコさんに目で見られてたから。なるほどなるほど。いえ、うん、引きこもってるところ。ああ。目の考えると、街はあんまり良くないかもね。うん。あ、これ NPC 同士で会話とかするんや。
そう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 、うん、会話してるのは NPC やから、会話のエモート、エモートあるんじゃん、会話とかの。ないかし、 あるかな、なんか怪しくない。あ、え、やった、やってる、やってる、どこでやってる。そうですか、そうですか。失礼。くっそくっそ、こいつアイテムの横でずーっと立ってたよ。やべ、やべ、違う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 、アイテム拾いたかったんだよ、そこの。なるほど、なるほど。さあ、どうなる。え、君だね。なんで。いや、なんでよかった。2人倒した直後、目の前に目のアイテムが出た。うおー、君だね。あ、勝ちが確定してた。だから今、はあ、アイテムゲーやこれ。あ、チーム戦とかもあんのか。相手チームを探せ、うん、おう、へえ、はあ、あ、これってあれなんですかね、なんか綺麗に分けてくれるのかな、 2-2 で。ああ、いいんじゃない。なんか 1-3 とかになったらあれだな。まあ、いっぺんやってみますか。まあ、さすがに、うん、うん、相手チームを探せ。あ、こんないんの。はい、うん、あ、5対5で 2-2 で分けら分かれてくれてるのかな。いや、かな、もっといるな。あ、いや、でも、あー、なるほど。じゃあ、おいふりさんとチームかな。残り的にいいやから。うん、でも、味方の位置がどこかも分からない。いや、味方の位置見えますよ。 え、見える？え、見えてない。俺、富士山とチームで富士山の位置見えてるけど。あ、名前が出てんの。あー、確かに、普通に障害物で名前が隠れてるわ。ああ、なるほど、なるほど。味方の名前見えてるけど。え、なるほど。え、じゃあ俺とトシちゃんチームってこと。うん、俺富士山とチームやわ。へえ、さあ、どこやろな。あれ、あれ、トシちゃん、どうした。あれ、あれ、トシちゃん、あれ、気絶した。あ、敵前逃亡か。ワープしたら。え、でももしかしたらこれ助けてもらえるかも。なんかそんな感じがする。あー、なるほど。あー、そう。え、ってことは、どこにワープしたんや。気絶した位置を見つけられれば、それを起こしに来た、うん。これ、マジでワープ使ったらあかんわ。それやばいよ。マジであかん。どこにワープしたんや、としちゃん。え、どこ？助けてー、課長。ちょっと、俺、やられたら後ろで見縛られて、座ってる状態で、もじもじ動ける。見えてない。もじもじがいない？いた？うん、あ、なんかハートのアイテムあるよ。ハート、そう、体力、あれで仲間起こせんじゃん。どこや、どこや、トシちゃん。でもそれを取り付けよう。それを取りに行ったら、はっ、社長結構近くに、なんで上にね、ハートのアイコンが1個出たから、これ1回やられても蘇生できますよとか、そういうことかも。それ俺ね、1回取ったんだわ。エクストラライフ的なやつかも。もう蹴っちゃおうかな。蹴っちゃう。蹴っちゃおうかな。適当に。確かに。エリアが、このゲーム2人いる方が圧倒的有利やもんね。絶対もう。そうよね。まあ、だから ハートがあるんやと思うけど。ん？ハート。ハートがないと。え？おめえ。ナイス。ナイス。トアポンがおとりになったから。くそ。連携プレイよ。よし、これまず味方探すとこからやな。確かに、うん、確かにな。2人一緒にいた方が強いよな、きっと。それはそう。ただここはアイテムを取りに行きたい。1人が暴れる役で。あもう一人はそれ刺しに来たやつを逆に、うん、今回皆殺しできへんからな。やっとやで、やっと対策打ってくれたわ。やっとトワコ対策してくれたわ。そうそうそう。じゃあ俺は勝てねえかもしれねえ、このゲーム。やっとみんなと同じルールでトワポンとコウの隠れゲームできるわ。そう、なるほどね、そこね。はいはいはい。あれ、え、何、目でも取ったんですかね。え、っていうか、まだ俺ちなみに序盤に目取ったけど、誰も映らんかった。へえ。そんなことあるんやと思って。
障害物にやられて、障害物が邪魔して見えなかったってこと？多分。くそくそ相打ち相打ちや相打ちなんだよ。マジか。絶対こいつやった。おら、おら、オッケー、あれ、よしよし、エクストラライフがあるんだよ俺にはよ。あ、どういうこと？どういうこと？いや、俺ハート、ハートアイテム取ってたから一回生き返れんねん。マジかよ。何やそれ。いや、今でもちょっと思って、ハートアイテム持ってるからこれ見つかってもいいなと思って。はー、そうだよな。今復活って。めちゃくちゃアイテムゲーだな。あ、これはケイドロ。うん、うん、泥棒になって宝物を盗むか、警察になって泥棒を捕まえよう。いいじゃん。これはこれも対戦かな。でもお宝盗んでたら一発でわかるよね。あ、残り宝物とかあんねや。バレへんようにってことやね。ほんほんほん。自分がどっちの陣営か言わない方がいいよね。どうなんだろう。言わない方がいいんじゃない？だってあのケイドロのケイは一人でしょ。うん。うん。ああ、そっか。みんな泥でしょ。うん。なるほどね。逆にさ、泥棒が警察を倒せんの？うん、ああ、確かに。そしたら終わりだから。無理じゃない？ああ、確かに。うん、ドロップキックできるのかな。なるほど。これ、盗むのむず。盗むのむずって言っちゃった。絶対にあかんやん。絶対にあかんやん、それ言ったら。盗むのむずかって、もう。絶対にあかんって、マジで。あ、警察は分かっちゃうんや。そうなんだね。ああ、なるほどなるほど。警察は俺だ。橋、ああ、なるほど。身を光らせてるわけね。あ、ね、あ、復活してる。復活、復活できる。あ、そうなの。うん、トラが復活ってなった。あー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 あら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 。来るな。そっちやね、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 そっちやね。待て。そのまま宝をゲットですよ。これなんかむずいな。これ警察一人ひんどいな。そう。警察一人やったんや。一人だわ。あ、そりゃ大変やな。俺しかいねえ。22になったらいいのにな。まただ。あれ、それはなんかおかしいな。なんでだろう。すいません。よしよしよし。すいません。見たぞ。結構やばいな。1個しか取れませんでした。ああ、見つかった。いや、どこやどこや。やばいやばいな。すごいな。よし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 。よしよし。俺さっき復活したのはハート取ってたから。ああ、そうなんや。うん。なるほど、ね。どこだ？ピラノは。警官？あ、ちょっとピラノさん、せめて俺の画面に映るように捕まって。手当たりしたい、蹴ってみたらもう藤君。確かに。そうだよな。確かにそっちも。あれ？あ、どうだった？ハート取ってたから。うわー。くっそー、やっと勝てたー。これは爆弾回し。爆弾回し。ほう。いいじゃん。爆弾は持ってる人見えないってこと？で、他人になすりつけれる。他の人になすりつけれる？どうやって渡すんだろうね。うん。まあ、ドロップキックのボタンじゃない。なんか今、誰かドロップキックしてるな、近くで。なんか聞こえる。ピピピピピピピ言ってんな。てか、でもこれ爆弾…じゃあまず…まずどこ行った、どこ行った、プデー、どこ行った、プデー、人間を見つけて…あいつな、よし、あいつな、よし。あれ、え、ちょっと待って、え、あれ、あいつやな。え、あれ、ちょっと待って、何の話か。手当たり次第蹴りまくってるやつ、俺怖っ。あ、なんかピピピピ、じゃあ、違うね、違うね、違うね、違う、何違うね、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 なんでか、なんでか知らんけど、これ名前見えてんねん。え、見えてる？あ、そっかそっか。あ、俺目のアイテム取ったからや。で、どうやって渡すねん、どうやって渡すねん。俺渡すんだよね、渡すんだよ。
俺持ってますよ。逃げろ。え、ジフさんも持ってんの？え、ジフさんも持ってんの？残りの爆弾2になってるからね。あ、爆発した。え？買った。いや、ジフさんの名前が見えてた。ああ、それは仲間じゃない。仲間っていうか爆弾持って、爆弾持ってる人は持ってる、もう一人持ってる人がわかるんじゃない？はい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 。ああ、じゃあ違う人もあったかな。俺ゲーム開始時点で爆弾を持ってるやつが君を探している。なんとか逃げ切ろうみたいなの出たから。うん。ほう。あ、課長最初から持ってた？うん、最初から持ってた。あ、俺も持ってた。あ、だから仲間やんから名前表示されてた。お互い持ってるからだ。あ、まあ、仲間っていうか。爆弾持ってるやつ同士で押し付けようとしとったんやな。そうだわ。そうだわ。そうかそうか。で押し付けるには、持っていないプレイヤーにドロップキックすりゃ、うん、押し付けれるんだろうね。俺横通りかかったけど、やっぱり爆弾持ってない人はあの他に他人にドロップキックできなかったわ。へえ。ああ、なるほど。うん、だからであの爆弾のしてるやつイコール爆弾持ってるやつやな。なるほどね。え、そのさ、近くに行ったら次元爆弾の音聞こえた？ピッピッピッって言ってた。いや、一体なんで？あ、これか。いや、もう適当に蹴った。マジかよ。適当に蹴ってよ。適当に蹴ってよ。あ、やべ、来てる。マジか。当てれましたね。あ、いけた？あれ？あ、俺爆弾押し付けたよ。押し付けると。つくんな、くんな、くんな。くんな、くんな、くんな。どこや、どこや。よしよしよし。人を見つけない人を。あれどこや？どこや？あいつやべえ。どこや？あいつやべえ。どこや？どこや？どこや？やべえ。あいつやべえ。でも見た目はもう見た目はもう多かったんや。あいつやばい。目つけられたら終わりや。どこや？どこや？見た目バレてるからさ、それどこや？その見た目で片っ端からつけられてたら終わりよね。もう謝罪とかええねん。後でまとめて謝る。どこや？やべえ、爆発する。やべ、どこや、どこや、人間、おどこや、どこや、あかん、あかん、これか、これか、よし、よし、くっそそして姿を消して逃げる。どこや、誰か、どこ行った、あいつどこ行った、俺の気持ち受け取って、あくっそマグロじゃん。よしよし。俺ナスられた。危ねえ。人見つけるのめっちゃむずいなこれ。むずいんだよこれ。うん。うん。トッタに渡したけどさ、マジで偶然当たったわ。マジで。ある偶然。なんかトッシャンっぽいスキンだなと思ったらトッシャンだった。トッシャンっぽいスキンでバレた。そう。スキンバレした。チーム戦も。ちょっとやってもいいかも。チーム戦じゃあもうやりますか。うん、うん、ハート見っけたらちょっと取った方がいいな。ハートめちゃくちゃ大事やね。うん、で見つかったとしても蹴られてもその場で蘇れるんでしょ。そう、うん、あ、なんか謝ってる人いるね。なんか謝ってんな。あうち、ごめん、味方誰かわからんけど、一瞬一瞬すまんな。アイテムよ、あれ。俺何もしねえよ。アイテムが運よくあっただけでしょ。アイテムがあっただけやん。ああ、それはマジ面白い。ありがとう、ありがとう、敵を撃ってくれて。課長やってくれたの。うちの門がよ。やってくれ。すごい。こいつや、こいつをやってくれ。いや、すごい短時間で勝負が、すごいたくさんの勝負が起きた。で、ジフさんか、ジフさんを見つけんのか。びっくりマーク出てるその味方に、うん、ドロップキック、うん、光って、あ。ほら、おお、クソ、違う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 起こせたね。起こせるんや。起こせたね。これはもうさっさと起こそうとしなかった感情が悪いよ。もう一回もう一回もう一回。起こせるやん。チーム仲間割れ起こしてるぞ。チームおもろいおもろい。
仲間あれしたんだ。もうちょっとチームの内容がシャッフルできないのがあれですけど。うん、まあまあまあでも一生ぐらいしてほしいな。これで勝てるよ。味方トシちゃんの手で今進めてるけど。チーム変わってない。あ、変わってる。俺今トシトさん見かけてんけど。あ、ほんまや。じゃあ変わってるってんだ。あ、そうか。じゃあ藤ピラや。じゃあもう勝ちやわ。そういうことでしたら。自分が穴の自覚ないの。いや、それはこの後わかるやん。いってえ、マジ。そしてスイ、お違ったー、すいませんでした、すいませんでした。あ、でもちょっとこれは目のアイテム取ったんすか。でもじゃあ俺こいつこいつこいつって言えるやん。いや、それありやん。よそろそろでしょ、すいませんやねんから。トシトさん、こいつこいつこいつ、俺の周りにいるこいつこいつです。おめえか。違う。こいつです。こいつ。こいつこいつこいつ。今この謝ってるこいつです。はい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 。こいつこいつこいつ。黙ってるおめえ。こいつこいつ。黙ってな。はいはい。もうすぐ近くまで来る。すぐ近くまで来てる。おめえやったってやったやったやったやろうや。やろうや。うん。手当たりしてた暴れていいよ。おめえか。のーら。カチャ見てか、カチャ見てか、とりあえずな、とりあえずな、来てる、うん、ライフですから。マジか。復活したんかな。アイテムゲーやん。マジか。じゃあ。復活できんだね。いや、トシゾウさん、しっかりと分かりましたね。なんかそうみたいやわ。アイテムゲーやったらちょっと無理なんかも。うん。ムカつく。うん。はない方やねんな。はい、じゃあこれにしときますか。はい。くそー。